はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日もですね、静岡県から動画を撮影しておりまして、ただいまですね、僕のチャンネルでは珍しくとんかつ屋さんに向かっております。本日向かっているお店がとんかつ日向さんというお店でして、低温調理をしたとんかつが楽しめるというお店でして、通常メニューはいただきつつ、今回ね、特別に普段はね提供しないような大きなねとんかつも作っていただけるということでしたので、そちらのね低温とんかつをご飯と一緒に食べていこうと思います。いや、もうねお店も目の前ですんで、ちょっとお店構え移していきましょうか。本日お邪魔させていただきますとんかつ日向さんはこちらでございますね。早速ね店内に入って低温とんかつ食べていきたいと思います。ということでですね、ただいま店内の方に入っておりまして、1品目いただく料理が到着しております。こちらはですね、もちろんあの通常のサイズではないのですが、4枚ほど積み重なっております。米の昆布豚の特上ロースカツということで、早速ね、出来立てのうちにこちらいただきたいと思います。いただきます。こちらのねとんかつ自体は低温調理ということで、しかも揚げる油やパン粉の方にもこだわりがありまして、それはちょっとテロップの方に載せておきますけれども、うわー、うまそう。これツヤツヤですね。ちょっとこれカメラ越しで伝わるな。これは何もかけないです。ちょっとね、いただきます。これうまうわ、こんなとんかつ食べたことない。これ、この1枚がね、こんなに厚切りなんですよ。厚切りなんだけど、口に入れた瞬間ね、もう筋も全く感じないぐらい柔らかいし、このお肉、油自体の多分融点がものすごく低くて、入れた瞬間こう溶け出すというか、これはちょっと食べたことないぐらいこのとんかつうまい。うまい。噛むと角煮ぐらいこうほどけるというか、とてもカツと思えない柔らかさというか、そのまんま食べても十分この甘みとか旨みが染み出てくるんで、まずはね皆さんも一口でいいから何もつけずにこのお肉のね旨み味わってほしいです。いや、うまっ。わあ、とんかつってこんな美味しいんですね。まあ僕もねそんなにとんかつ食べ歩いてるわけじゃないですけど、マジで別次元です本当に。ちょっとねこの辺りで、だいぶねこの1枚食べ終えましたので、まずはねこれわさびがついてますんで、こちらのわさびと卓上にございますこのだし醤油を使っていただこうかなと。いやー、これは絶対うまいよな。こちらで、あー、こんな感じで、だし醤油とわさび添えでこちらのねとんかついただきたいと思います。そのまんまねいただいてた時はどっちかっていうとこの脂身の甘みとか旨味が際立ってたんですけど、だし醤油とわさびかけるごとに赤身部分の旨味っていうのかな、そこがすごく際立つというか、同じメニューなんだけどちょっとね調味料をかけただけで全然別の顔になる。うまい。またこの本当に一切れでも赤身の部分と脂の部分とその間の部分と3種類ぐらい味が違って、ね、食べてて本当にこの変化が面白いですね。それがこう普通のロースじゃないこの特上ロースの部位の特徴です。自家製のレモネードなんですけど、ただいまですねこちらあの自家製のレモネードがあるということでいただきますので、こちらも一緒にいただきます。
あーうまい。とんかつ屋さんだとレモン水とか置いてあるとこ多いと思うんですけど、はいはいはい、こっちのレモネードの方が相性いいなと思いますね。この辺りでわさびとお塩でいただいてみましょうか。やっぱりね、この油がうまいお肉にはお塩が絶対に合いますんで。うん、あ、うまい。うわこれうまい。うわね、今ね4枚作っていただいたうちの3枚食べきったんですけれども、とんかつがうますぎてソースとかを使い忘れてました。いや本当にこのお仕事をしているとですね、いろんなおいしいお店さんに巡り会えるのでありがたいなって言うんですけど、今日はねその中でも僕がね活動してきたこの5年近くの中でもかなりトップクラスにありがとうって思うそんなお店さんでございますね。そしたらさすがにこの辺りでソースかけていきましょうか。あー、うまい。これはこれでめちゃくちゃうまそうだよね。うん、ソースが美味しいですね。甘いけどスパイシーでフルーティーで油にめちゃくちゃ合いますねこのソース。うん、うん、なんかいつものとんかつに戻れない気がしてきたですね、ちょっととんかつを食べ終えたんですけれども、通常ね、キャベツ箸休めで、まあ、同じぐらいでね食べきんなきゃいけないやつなんですけど、無意識にとんかつだけ先に食べてしまいちょっとね後ほどまだ料理いただきますんで、このキャベツは次の料理とかにね使っていただきますんで、はい、じゃあちょっと次のメニューをいただきたいと思います。次はですね、ありがとうございます。特上のヒレカツです。うひれー、ヒレです。はい、豚肉のヒレ、まあ、この芯の部分しかこれ使ってないですね。でどういうことかっていうと、味は使わないんですか。使わないです。豚肉1頭からヒレが2本しか取れないんですよ。ですからヒレが2本しか取れないってことは、したがって特上のヒレも豚肉1頭から2人前しか取れないですっていう部分。え、2人前です1頭から。1頭から。いやロースであんなに美味しかったのにちょっとこれ見えますかね。こちらがですねヒレということで、じゃあもう出来たてをいただきたいと思います。あー肉はまた綺麗。あーうまい。あーロースに比べてこの赤身部分、筋肉部分の密度がギュッてしてるんですけど、水分も出てくるし、溶けるぐらい、もうほどけるぐらいの柔らかさなんだけど、お肉の弾力っていうのは残ってるって不思議なすごくね体験をしてるんだけど、これも絶対塩でもだし醤油でも美味しいと思うんだけど、そのまんまがやっぱうますぎるんだよね。この断面をね一生見てられるとんでもなく綺麗。うん、そろそろですね。ああ、そろそろ一番最高のタイミングにありがとうございます。ちょっと今このノンアルコールいただきましたんで、ちょっとヒレ
わあ、今からアパホテル取りたい。なんで車で来たんだろうってぐらい。わあ、美味しいな。また一人前、何もつけずに食べちゃう。そしたらこの辺りでね、このキャベツ専用のこのトリュフのねドレッシングがあるみたいなので、うん、ちょっとかけてみて。うわ、めっちゃうまそうな匂いする。ドレッシング美味しいですね。今ちょっと初めてかけたんですけど、箸休めだったのが急に一品物に変わりますね。美味しい。ちょっと最後の3切れはだし醤油、だし醤油にラスト塩でいただきます。あ、また塩がうまっ、うん、うん、ね、ということでですね、こちら、ヒレですね、完食させていただきました。どうしました。あの、皆さんにはもっと紹介したいんですけど、僕が味わいすぎていつものね倍ぐらい一品に対して尺を使ってしまってるのでバッテリーが限界でございます。なので、動画的にはですね、こちらが最後のメニューとなります。こちらのメニューが大山地鶏ささみフライということで、いただいてみたいと思います。おお、え、これね、あのメニュー名の通りささみなんですけどね、画面越しで伝わるか微妙なとこなんだけど、これ、ね、断面がねみずみずしいというか、とってもじゃないけどささみではないんだよね。ちょっといただきます。あっ、僕の知ってるささみじゃないです。ないね。なんでこんな柔らかいんでしょう。また日本酒が合いそうですね。うわー、いいな。いいな。お酒飲める方はね、日本酒だったりとかご提供されているお酒と一緒にね食べていただきたいですね。これより際立つような美味しさが。でこちらのねフライも最後ですね。うまっ。うん。ということで、ただいまですね、こちら、ささみフライもね完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、本日は僕の体験したことのない新たなとんかつの世界を教えていただきました。本当にこんなとんかつ、そしてこんなささみフライは食べたことがない。それぐらいねうまい一品ばかりでございました。本当に美味しいので絶対に食べに来てください。ちょっとバッテリーの都合上で動画には しませんが、この後もですねゆっくりと他の料理食べていこうと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価
またですね、最近の方ではサブチャンネルの方でも活動を行っておりますので、そちらも合わせて概要欄からチェックしてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね。